休憩前に引き続き会議を開きます35番幸井大輔議員 平和長崎の幸い大好きです、えー。誰からも聞かれていませんが、私も熟慮を重ね、年内には態度を決めたいと思っております。<laughs> それでは通告に従い質問しますので、市長並びに理事者の明快なご答弁をお願いいたします。一 市長の政治姿勢について1-1中期財政見通し令和3年度の決算審査が終わりこの10月に令和5年度から9年度までの中期財政見通しが発表されました向こう5年間毎年収支は赤字であると誠にショッキングな発表でした毎年の赤字を 一般家庭でいうところの貯金を取り崩して穴埋めしていくとの見通しです令和4年度202億円ある基金残高つまり貯金残高を令和9年度までに62億円貯金を取り崩し140億円の貯金残高本当に維持できるのでしょうか取り崩し額は62億円で 本当に済むのでしょうか非常に心配です本市の財政見通しを改めてお聞かせください一方で地方債残高いわゆる借金が中核市では断トツの一位令和3年度末で2749億円もあります市民一人当たり残高が67万9千円となっております 借金が2749億円あって、毎年の借り入れが約200億円、返済が約250億円、差し引き毎年50億円しか借金が減っていかないということは、収穫市の中でずっと残高が一番多いということが続いていきます。特に次の国勢調査が令和7年にあります。人口減少予測では 明らかに減っていくとなっています人口が減ると市民税の減地方交付税の減になることは間違いありませんこの中期財政見通しは私に言わせると非常に甘い見通しだと思いますが本市の見解をお聞かせください1-2職員の適正配置市役所の職員数は人口減に伴い 減少し、ていくものと考えますが、どうも減るどころか増えていきそうな気配です。2017年、今から5年前に、職員数が3000飛び16人、もう少しで3000人を切りそうだったのですが、毎年少しずつ増えてきて、3100人を超えてきています。それと平成の大合併の大 平成17年度には、技術職員が600名ほどいたようですが、令和3年度には200名までに減少してきています。その分、一般行政職員が増えています。行政組織の見直しが必要ではないですか。中核市の中で、人口規模の類似都市と比べると、職員数が多すぎると思います。本市のの職員数の適正化について、 どう考ええていいるのかお答えください人口減少対策 <coughs> 長崎市の人口は、令和2年の国勢調査の結果、その5年前の調査から2万人人口減少していました。次の5年後、令和7年の国勢調査でもさらに2万人減少し、38万を割る見通しです。 本年3月末の本市人口は40万3628人で、かろうじて40万人台を確保していましたが、市役所ホームページを見ると、本年11月1日時点で39万8596人と、ついに40万人台を切ってしまいました。40万人台都市と言っていた長崎市が、 三十万人大都市になったということであります日本のほとんどの自治体で人口減少問題が起きていますが特に長崎市は深刻な事態だと思います前回の質問で人口が減ると地方交付税も減っていくと指摘しましたが地方自治体にとって人口が減ることはいろいろなことに悪影響が 出てくるのは明白です。そこで、本市の人口減少対策を改めてお答えください。2、観光政策について、2023長崎ランタンフェスティバル開催に向けた準備の進捗。西九州新幹線が9月に開業し、沿線の各新駅の開業効果が先日発表され、 交流人口が長崎市は66%の伸びだと報道されました <coughs> 佐賀県の武雄市90%嬉野市73%の伸び逆に大村市、諫早市は20%台の伸びと各地域にばらつきがあるところですそんな中長崎くんちが3年連続中止になった本市では10月7日から4日間 出島メッセ長崎で大群地展が開催され、大いに盛り上がりました。開催にあたり、ご尽力いただいた関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。6月議会での私の本欄からの質問に、来年のランタンフェスティバル開催するとの答弁をいただき、わがにぎわい町の中央公園会場関係者も、 準備を始めていますコロナ禍の中での開催のため、メインステージは設けず、中国雑席団なども無理だとは聞いていますが、参加するしようとしている飲食店さんたちが出店するかしないか悩んでおります。今回、どれほどの規模になるのか、売り上げ見込みがどれほどかなど、大いに懸念されているところです。 現時点での開催内容をお聞かせください。二の二、w i f i 環境整備の現状。今の時代、特に観光地にとって、w i f i 環境整備は当たり前になってきていると思います。私自身も長崎市内のあちこちで、携帯に長崎シティ w i f i のログイン画面が出てきます。ログインしてて利用画面になっていますが 移動すす。るとログオフになったりします一体どれくらいの規模というか、範囲で環境が整っているのでしょうか。また、現在よりこれから w i f i 環境は増えていくのでしょうか。お答えください。3、道座川プロムナムなどについて。1、整備の進捗状況。先日、関東地方から友人が長崎に来て、 私と銅座川のところを連れ立って歩いていたとき、銅座川を見て、観光長崎のど真ん中の川がこんな状態なのかと嘆いていました。銅座川の雑草といい、川を横断しているむき出しの錆びた鉄骨や、建物の裏側が半ば解体されたままむき出しになっています。非常に見苦しいです。 完成までの期間、せめて旧グランドホテルを隠しているような目隠しボード等で、川が視界に入らないような措置をしていただきたいところです。平成27年度から事業着手して、令和6年までの計画だったように記憶しています。長崎市のホームページにも、平成36年、つまり 令和6年完成と書いてありますが、一体、銅座川プロムナード計画はどうなっているのでしょうか、とても2年後に完成する状況ではありません。答弁をお願いいたします。4、長崎スタジアムシティについて、事業者との連携体制、事業者であるジャパネットホールディングスとの協議、連携についてお尋ねいたします。 メインであるサッカースタジアムは我がビファーレン長崎のホームグランドとなり完成の暁には J リーグの試合が観戦できるのを今から楽しみにしていますまた開催中のワールドカップでは今度の2日の早朝4時から無敵艦隊スペインとの大一番が控えております森保一監督吉田麻也選手が長崎出身であり いつの日かビバーレン長崎の選手が日本代表に選ばれるよう期待していますがそんな期待が膨らむ長崎スタジアムシティですが運営会社のリージョナルクリエーションと打ち合わせを重ねていますと以前、答弁をいただきましたいよいよ工事も始まり2年後の令和6年秋に完成予定ですが 長崎市の具体的な支援内容や、試合当日の交通渋滞対策など、ハード面、ソフト面について、検討状況をお答えください。5、マイナンバーカードの普及について、委員会の所管事項説明などで、普及が思うようには進んでないような印象ですが、 国における普及率51.1%水準までは早く追いついてほしいものです。先日、河野太郎デジタル大臣がナンバーカードの普及率を地方交付金の分配率に考慮するとの発言もあったところです。その後は静かになっていますが、いずれにしろ普及率を上げていかなくてはなりません。さらに マイナポイント最大2万円を付与する事業について、期限が延びたそうですが、正確にはいつまで延びたのか、さらに保険証、運転免許証との一体化のスケジュール、合わせて答弁をお願いします。6、カラーユニマーサルデザインについて、<coughs> 正常な肩書と比べ、色の区別が見えにくい。 いわゆる色弱者に配慮したデザインを使用することをカラーよりマーサルデザインと言います。くどいかもしれませんが、日本人男性20人に1人の割合で存在します。本日も、この本題のこの赤い花と、赤い花と葉っぱが私は見えにくいのであります。 私は何回もこの問題を訴え続けてきました。おかげさまで、昨年完成した出島メッセ長崎は配慮していただき、モノトーン基調の識別しやすい作りになっています。ありがとうございました。そこで間もなく完成する新視聴者にもおいても識別しやすい作りになっているのでしょうか。今後も 大型施設が作られるようですがこのカラーユニバーサルデザインに配慮してほしいところですまた長崎市役所の新職員の2年目研修においてカラーユニバーサルデザインの周知を行っていると聞いておりますがその内容をお聞かせください以上で本段からの質問といたしますありがとうございました <行>令和長崎幸い大好き議員の質問にお答えします4点目の長崎スタジアムシティについての括弧1事業者との連携体制についてお答えします長崎市は今100年に1度の大きな進化の中にあり次の時代の基盤づくりや 長崎のの個性をを生かししした交流の拡大を目指しててなプロジェクトが進行していますその中で、最愛町の三菱工場跡地でジャパネットホールディングスが進められている、長崎スタジアムシティプロジェクトにつきましては、交流人口の増加や雇用の場などを創出する民間主導による地方創生のモデルとなるものであり、地域の活性化に大きく貢献することが期待されることから、 長崎市としまししままてても事業の円滑な推進を支援していますプロジェクトの支援に当たりましては高宮副市長総括者とした関係部局長による長崎サッカースタジアム検討推進チームを設置し支援策の検討と事業者との協議などを進めてきました現時点においてもこのチームを軸としてハード面についてはまちづくり部がソフト面については企画財政部が主たる窓口となって関係部局と連携しながら 事業者との協議・調整を進めています具体的な支援内容ですがまずハード面につきましては事業用地の用途地域の変更によりプロジェクトの実施を可能としたほか国の補助制度を活用しデッキや通路などの共有スペースの整備に対し国県市一体で財政支援を行うこととしています。 さらには、長崎駅や浦上駅からスタジアムに至る歩行者の動線を歩いて楽しい空間とするために、事業者の意向なども踏まえながら、関係者で協議を進めています。ソフト面におきましても、リファーレン長崎、長崎ベルカに対する市民の応援機運を高めるための親子ペアの招待事業の実施や、ジャパネットホールディングス、長崎県および長崎県産業振興財団と連携して、 敷地内に新たに建設されるオフィスビルへの企業誘致に取り組むなど関係機関と連携しプロジェクトを推進していますがさらに幅広い分野においてプロジェクトの効果を最大限発揮できるよう緊密に情報や意見を交換しているところですまた、渋滞対策につきましても事業者による各種シミュレーションの結果に基づいて来場者の交通アクセスの導線や 公共交通機関の利用促進策、郊外の臨時駐車場からのシャトルバスの運行などについて関係者間で協議、調整を進めています。今後も事業者や関係機関などとの緊密な連携のもと市民と一体となった機運醸成を図りながらプロジェクトが予定通りに円滑に進められ地域の活性化につなげていけるよう長崎市としましてもハードソフトの両面から引き続き支援に取り組んでいきたいと考えています。 以上、本棚からの答弁といたします。<上>企画財政部長。ご質問の1点目、市長の政治性についての各区中期財政見通しについてお答えいたします。長崎市におきましては、持続可能で健全な財政運営を行うため、向こう5年間の期間について試算を行い、 例年10月頃に中期財政見通ししを策定しております令和4年度に策定した中期財政見通しでは人口減少に伴う普通交付税の減少や100年に一度のまちづくりとして実施してきた長崎駅周辺土地区画整理事業などに伴い交際費が期間中の令和6年度にピークを迎えることなどにより財政運営のための基金による調整前の収支は 期間を通じて赤字となっておりますが、継続的に戦略的な収支改善をすることで、令和4年度末に202億円と見込んでいる財政運営のための基金は、令和 9, 9年度末に140億円を維持できるものと見込んでおります。中期財政見通しの試算にあたっては、まず歳出においては、扶助費における高齢者数や障害者数が増加する一方で、子ども人口の減少を見込むなど、 長崎市における人口動態や行政ニーズを踏まえた試算に努めております。また、人件費における定年延長の段階的引き上げの影響など、制度改正による増減要素も見込んでおります。そのほか、今後の投資的経費を一事業ごとに精査して積み上げるとともに、事業の実施による交際費の償還についても織り込んでおります。次に歳入においても、個人市民税における 納税義務者数の減少など、長崎市における人口動態を踏まえつつ、今後見込まれる固定資産税の増加など、長崎市の人口動態や経済動向を踏まえて適切に見込んでおります。また、普通交付税についても、令和2年の国勢調査による人口減少の影響は反映させており、令和7年の国勢調査による人口減少のさらなる影響を織り込むなど、想定される増減要素を、 適切に反映させております今後も制度改正、人口動態や行政ニーズなどを適切に把握して、中期財政見通しの自前修正を行い、持続可能な財政運営に努めてまいりたいと考えております。次に、ご質問の、カッコ3、人口減少対策についてはお答えいたします。人口減少対策については現在 第2期長崎市町人仕事創生総合戦略において若い世代に選ばれる魅力的な街を目指すべき姿として掲げその実現に向け社会源自然源の両面で人口の減り方を抑える人口が減っても暮らしやすい街にする交流人口を増やすという考え方のもと4つの目標を定めて成果を上げていくこととしておりますまず目標の1つ目 経済を強くし、新しい人の流れを作るでは、若い世代の転出超過に歯止めをかけるため、地元企業の活性化や若年者地元雇用の促進、企業誘致やスタートアップ支援など、将来に向けた安定的な雇用の確保、拡大の実現を図るとともに、移住促進や関係人口創出など、多様な人材の還流と確保などの視点から取り組みを行っております。次に 目標の2つ目、子どもをみんなで育てる、子育てしやすい町をつくるでは、少子化対策として、結婚の希望をかなえるための出会いの場の創出や、相談体制の充実、子育ての負担軽減などによる安心して妊娠、出産、育児ができる切れ目のない支援の提供、教育環境の整備などの取り組みを進めております。次に、目標の3つ目。 町の形と町を支える仕組みを作るでは暮らしやす、暮らしやすさの維持のため、地域コミュニティの活性化など、地域の力による町づくり推進や、高次な都市機能の維持、集積などによるコンパクトで暮らしやすい町づくりに加えて、道路や公共交通、情報ネットワークでつながることで、どこに住んでも暮らしやすい町を目指して取り組んでいます。最後に目標の4つ目、交流の産業化については、 100年に一度ともいえる街の形の進化によって見込まれる交流人口の増加も期待される中、長崎市が誇る有形無形の地域資源に磨きをかけ、国内外への情報発信による人との交流を生み出すことで、地域経済の活性化につなげていくことを目指しています。今後も、本市が置かれている現状・要因をしっかり分析し、社会情勢とニーズの変化を捉えながら、 さまざまな観点からの取り組みを複合的に推進していくことで、人口減少の克服に向けて、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。総務長ご質問の1点目、市長の政治姿勢についての括弧に、職員の適正配置についてお答えいたします。ままずお尋ねの職員数につきましては 令和4年4月1日現在で、正規職員が3126人、再任用職員が237人、会計年度任用職員が829人となっており、ここ数年はわずかに増加している状況にあります。増加の主な理由といたしましては、100年に一度のまちづくりに向けた体制の確保や、新型コロナウイルス感染症への対応、デジタル化に対応するための体制を整えたことなどによるものでございます。 また、先ほど議員からご指摘がございました、ごみ収集などの技能労務職員、いわゆる現業職員が行っている業務につきましては、災害時の対応など、必要な直営業務を維持した上で、その業務に必要な人員を整理した上で、段階的に民間委託を拡大するなど、業務上、支障が生じない範囲で計画的に職員数を削減したところでございます。過去の行財政改革におきましては 量の改革として財政の健全化を早期に図るため、職員数の削減を目標として進めてまいりましたが、業務量に応じた一定の削減が図られていたことを踏まえまして、現在は令和元年度に策定した長崎市行政経営プランにおきまして、質の改革として業務の効率化を推進しながらも、少子化、高齢化が進展し、複雑多様化する行政需要にきめ細やかに対応することや、働き方改革を推進するために、 現在の業務量を踏まえなながら適正な人員配置に努めていいるところでございます人口減少に比例しまして、職員数を減らすべきとのご指摘につきましては、人口減少に伴い、事務処理の件数は減少していくものと考えますが、人員を増加して対応すべき部分もあり、単中期的には一定の職員数を確保する必要があります。一方で、業務の処理方法の見直しや、ICT 技術の利活用に取り組むなど、 業務の効率化も推進しておりますので、職員数につきましては。急激な減少とはならないものの、長期的には減少していくよう、適正な人員管理に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。文部科学官房部長。ご質問の二点目、観光行政についての括弧一。二千二十三、長崎ランタンフェスティバル開催に向けた準備の進捗についてお答えします。 2023長崎ランタンフェスティバルにつきましては、長崎ランタンフェスティバル実行委員会の総会におきまして、令和5年1月22日から2月5日までの15日間にわたり、3年ぶりにコロナ前と同じ規模のランタン装飾を行って開催することが決定され、現在、官民一体となって準備を進めているところです。なお、開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策との両立を図るため、 飲食の出店に際しては国が示すイベント開催の基準に基づきイートスペースの設置や衛生管理密回避のための管理措置などの感染対策を行うこととしておりますまた蛇踊りなどのイベントの実施につきましては観覧車が1か所に集中することを避けるため従来のような会場でのイベント用のステージを設けず混雑の状況を見極めながら 公園などでスペースを確保し時間や演目を予告しないストリートイベントとして披露する形で調整を行っているところでございますご質問のその他のイベントによるにぎわいの創出につきましては様々なイベントの実施を検討しており開催初日に春節を祝う点灯式を行うほか週末の日中には土曜日に皇庭パレード日曜日にはマソ行列を実施するとともに そのほかジャオドリーー以外にも、エイサーやニコエンソー等を実施すす。ることとしておりまわせて港公園と中央公園につきましては大型オブジェなどの設置を増やすことでこれまでより装飾の量を増やしランタンの明かりの魅力をより楽しめるようにしております。今年の2月の2022名サランタンフェスティバルは中止になりましたがコロナ禍で頑張っておられる市民の皆様へのエールと ランタンタフェスティバルを長年支えてくださった皆様への感謝の気持ちとして春節に合わせて希望の明かりとして各所でランタン装飾を行いましたこの冬も感染の感染症の拡大が心配されており拡大の状況によっては内容の変更も想定されますが2023年は2020年よりもさらに前に一歩進みイベントと感染症対策を両立させた 新しい形で実施することで冬場の換算期におけるにぎわいを創出し町の活性化につなげ100年続く祭りとなるよう実行委員会や地元の関係者の皆様と連携して3年ぶりの開催に向けた準備を進めてまいります次に括弧に Wi-Fi 環境整備の現状についてお答えします公衆無線 LAN 長崎シティ Wi-Fi につきましては外国人観光客が一人旅でも安心して 快適に滞在収容を楽しむためのストレスフリーの環境整備として平成27年に総務省の補助金を活用し整備を始めました現在ではグラバー園などの主要な観光施設など12施設に整備を行っており市内交通の要所である長崎電気軌道の全電停39箇所にある季節のアクセスポイントを活用することで長崎シティ Wi-Fi として できるだけ広く利用できるように対応しているところでございますまた西九州新幹線の開業とともに現在整備が進んでおります長崎駅につきましてもすでに駅構内の総合観光案内所やバスの乗降場があります西口広場周辺に長崎シティ Wi-Fi の環境整備を行っております今後さらに工事の進捗に合わせて長崎駅 東口周辺にもバス・タクシーの乗降場が整備されますので Wi-Fi のアクセスポイントの整備を行い外国人観光客等の皆様がより快適に観光や交通情報等を入手して市内観光を楽しめる環境を提供していきたいと考えておりますこのような屋外での Wi-Fi 整備につきましては室内環境と異なりアクセスポイント1つあたりの電波盗撮距離は限られていることから 広いい範囲をカバーすするためには多数ののアクセスポイントの設置とと維持管理が必要となってまいりまりこのような中、昨今、訪日外国人観光客の入国制限などが一層緩和されたことにより、今後、来訪の増加が見込まれますが、近年の外国人観光客の通信環境への対応につきましては、入国時に SIM カードを購入して差し替えることで、自分の携帯電話を、 日本国内で使用できるようにしたり国内で広く Wi-Fi を利用できるモバイルルーターをレンタルするなど通信環境の利便性がより高いものに対応化している状況もございますこのため今後の Wi-Fi 整備につきましては外国人観光客等が一定滞在し交通や観光情報等を調べる需要が予想される屋内施設に おけるる整備が中心ととなっててくるものというふうに考えておりますまた、屋外につきましては、SIM カードやモバイルルーターの利用促進を行うなど、通信のさまざまな技術や来訪者のニーズの変化、国の動向などを見据えながら、効果的、効率的にストレスフリーな環境整備を行ってまいりたいと考えております。以上でございます土木部長 ご質問の3点目、銅座川プロムなどについての確保1、整備の進捗状況についてお答えいたします。都市計画道路、銅座町・松ヶ井町線、銅座工区は、港公園付近から銅座川沿いに春雨通りまでの延長420メートル、両側に歩道のある付近15メートルの道路で、平成27年度に事業に着手し、令和11年度の完成を目標に事業を進めております。 このうち銅座川沿いの270メートルの区間を銅座川プロムナードと位置づけ、町村プロジェクトの一環として、川沿いの歩道を広く取るなど、歩行者の安全を確保しながら、地域の広場的な空間として整備することにより、川沿いの散策や多様なイベントができるような、にぎわいのあるエリアにしていきたいと考えております。事業の進捗状況としましては、これまで用地交渉に重点的に取り組んできた結果、 用地先行取得も含め必要な用地面積の約83%を令和5年3月までに取得する予定です取得した用地については暫定的な整備を行い完成するまでの工事に影響がない間地域活性化のためのイベント等に活用していただいております今後とも同座地区が安全安心で地域の魅力的なエリアとなるよう 早期完成を目指して事業の進捗に努めてまいりたいと考えております以上でございます市民生活部長ご質問の五点目マイナンバーカードの普及についてお答えいたしますまず長崎市におけるマイナンバーカードの普及状況でございますが直近の今年10月末現在で カードを申請された市民の方の割合である申請率は57.8%、カードを交付済みの市民の方の割合である交付率は47.1%となっており、交付率では国の51.1%をやや下回る状況にございますが、申請の状況につきましては、これまでの取り組みの効果等出始め、国を若干ではございますが、 上回るるような状況も推計されるところでございまして今後は、まだ若干の差がある交付率を高めるべく、市民の方へのカードの交付についても強化を図っていく必要があるものと考えているところでございます。現在、マイナンバーカードの交付につきましては、一部の地域センターにおきまして、日曜日にも交付窓口を設け、市民の方がマイナンバーカードを受け取りやすい環境を整える。 整えているところでございますが今後は土曜や日曜、平日の時間外など拡大を検討してまいりたいと考えているところでございます次に長崎市におけるマイナンバーカードの普及に向けた主な取り組みといたしましてはまず事業所や高校などを訪問しマイナンバーカード取得のメリットやマイナポイント事業の説明、カードの申請方法等の周知 を図るとともに長崎の特産品を商品としたマイナンバーカードもっとキャンペーンも実施しているところでございますまた市民の皆様がマイナンバーカードを申請しやすい環境を作るため地域センター等の市内23カ所において顔写真の無料撮影や申請のサポートを行うとともに職員等が直接 商業施設や学校、自治会、ワクチン接種会場、企業等に出向いて、カードの申請受付を行う出張申請受付業務を重点的に実施しておりまして、令和4年度におきましては、10月末現在で延べ127か所に出向き、6268件の申請受付を行ったところでございます。え次に 現在、国が実施しております、最大2万円相当を付与するマイナポイント事業でございますが、えー、今日の新聞折り込みにも、一部地区ではございますが、約7万世帯にです、ね、出張申請受付のご案内とともに、チラシを配布させていただいておりますが、この事業は、まず今年12月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象となっておりまして、 マイナポイントの申し込み期限は来年の2月末までとなっているところでございます。次に、健康保険証や運転免許証との一体化のスケジュールでございますが、まず健康保険証につきましては、来年4月からオンライン資格確認の導入が医療機関に原則として義務付けられ、令和6年秋には、 健康保険証を原則廃止するるととの国の国方針が示されていいころでございま,すまた、運転免許証につきましても、令和6年度末とされてきた一体化の時期について、前倒しができないか、国において検討されているところでございます。いずれにいたしましても、マイナンバーカードは、今後のデジタル社会におきまして、保有するメリットがますます拡大し、DX 推進の観点からも、 必須のツールとなるものと考えておりますので他都市における普及に向けた取り組みも参考としつつより多くの市民の皆様の取得につながるよう今後ともしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます以上でございます<上>福祉部長ご質問の6カラーエリバーサルデザインについてお答えいたしますカラーエリバーサルデザインとは多様な方のか色覚の 方に対して情報が正確に伝わるよう、色の使い方や文字の表示などに配慮したデザインを使用することです。議員ご指摘のとおり、施設の表示や資料、パンフレット等の作成にあたり、カラーユニバーサルデザインに配慮することは非常に重要なことであると考えております。来年1月に開庁する新視聴者においては、多くの市民の皆様が利用する1階から4階に自分がいる回数を、 すぐに認識できるよう、会ごとに対照的な色合いのフロアカラーを設定するとともに、フロア内の案内サインの数字や文字は、背景と対照的な色合いや、メイドさのある色とするなど、カラーユニバーサルデザインに配慮したものとなっております。また、文字や数字には、視認性に優れたユニバーサルフォント、トイレやエレベーターなどには、誰にでも分かりやすいピクトグラムを採用しております。 その他玄関やトイレの入り口には、視覚障害者の方が触れて空間を認識できる触地図や、来庁される際に玄関の位置を認識できるよう、玄関に音と音声で場所を知らせる装置を設置しております。このように、新庁舎は誰もが使いやすいユニバーサルデザインに十分配慮した庁舎となっております。 次に職員研修につきましては採用2年次研修においてカラーユニバーサルデザインに配慮した色の選び方や組み合わせ方色に頼らないグラフ作成や表示方法の工夫施設の案内板やサインの表示等に周知を図っており令和2年度からは新たにカラーユニバーサルデザインに配慮した印刷物等を 作成するためのチェックリストの説明を行うなど、研修内容の充実に努めているところです。そのほかにも、今年度の各所属の広報,実務研修広報実務者を対象とした研修において、カラーユニバーサルデザインをカリキュラムに組み込むなど、機会を捉えて周知を図っております。今後、さらにカラーユニバーサルデザインに関する資料作成、および施設の表示等について周知徹底を図り、 職員の認識を高めるとともに、公共施設においても。多様な色覚の方を含めた、すべての方に。安全で利用しやすい、利用しやすい施設となるよう、ハード、ソフト両面にわたり。カラーユニバーサルデザインに配慮した取り組みを進めてまいります。以上でございます。三十五番、幸井大輔議員、えー。ご答弁ありがとうございました。あの。財政問題から再質問しようと。 思ってたんですがちょっと一つ気になる点、答弁がありました、あの職員数なんですが、確か令和4年4月1日現在で3126人と答弁されたと思いますが、あの今朝方、ですねあの広報長崎の11月号に、えー、市職員給与などのお知らせというのが8ページありますが、ここの、お 10番に職員数が3,213人と書いてあります。令、え、和、ー、ああ昨年4月1日現在と書いてあるんですが、ちょっと数字が違ってたんでここよかったらあの他の財政質問している間に調べといていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは財政問題から再質問させていただきます。 本段からも言いましたけどあの、令和7年が次の国勢調査であります。令和2年にそれまでの5年間から2万人人口が減って、で令和7年も同じぐらい減るだろうという予測で、で中期経済見通しではです、ね、あの普通交付税額が、令和4年は343億円となってるんですが、令和7年の調査の後の、令和 8年は338億、令和9年は341億と、まあ、ほとんど変わらない見通しを立てていらっしゃいますが、本当にこれはあの国勢調査の結果を織り込んでいるのか、再度お尋ねします。企画財政部長 質問にお答えいたします普通交付税の算定に当たりましては、基礎数値として人口を用いて算定される項目が多く、令和2年国勢調査人口が平成27年から2万390人減少した結果、令和3年度から令和7年度の普通交付税は、 激変緩和措置ををりりなながら最終的には約16億円の減収ととることを見込んでおりますまた、中期財政見通しの試算において、その影響を反映させて策定をしておりますが、令和8年度以降についても、令和7年に再度、国勢調査が行われます、その結果が反映されることで、さらなる影響があることを織り込んで、中期財政見通しを策定しております以上でございます。 三十五番幸井大輔議員、えー、織り込んでって言われますけど、さっき言ったあの交付額がですねほとんど変わらないので、どこに織り込んでるのか花だ疑問であります。えー、次に、えー、被災残高です。被災残高が二千七百四十九億、えー。中期財政見通しではあの、新東工場など大型投資事業が 数年後に予定されています、えー、答弁では、被災残高のピークは本年、令和4年であるということでしたが、その大型事業をした年でも、えー、被災残高を上回ることがないのか、また、もしないのであれば、えー、被災の借り入れ額が少なくて、交際費の支払い額が多いと受け止めていいですよね。 おお願いいししまますす企画財政部長再質問にお答えいたします、えー、中期財政見通しにおきましては、一般会計のおい残高は、今議員おっしゃったように、令和4年度に約2756億円と、ピークを迎えるものと見込んでおります、えー。中期財政見通しの期間中であります、令和5年度から9年度においては、令和7年度に限りまして、新東工場建設事業などの影響で、資材の借入額が交際費の 元金償還額を上回るものの、他の年度においては、借り入れ額が、元金償還額を下回るということになりますので、期間中の被災の借り入れ総額が約1044億円、それから交際費の元金償還総額が約1221億円となるということから、被災残高は令和4年度が先ほど言いましたように、ピークを迎え、その後は減少するものと見込んでおります以上でございます。 35番、幸大議員、はいえー、その主催残高ですけど、あの前々回質問したときはあの、中核市では鹿児島市が一番残高が多くて、長崎市は2位だったですが、えー、令和3年はもうすでに鹿児島市を追い抜いて、2749億円、断トツの中核市ではトップの残高になっています。あの毎回質問すると あの残高の金額だけではなくて、将来負担率が財政の健全性を示す数値であると答弁されますが、いつもあの国の早期健全化基準が350%になっているので、その350%に比べると、数字が大きく下回っているから大丈夫だといつも答弁されますが、今もその 答弁はああで変わりないのか再度お尋ねいたします企画財政部長再質問にお答えいたします財政の健全化につきましては被災残高に対する高年度の交付税措置の状況それから 財政規模や基金残高等を緩和する必要があると考えております。それらを含めた地方公共団体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率が、今おっしゃった将来負担比率でございます。この将来負担比率については、令和3年度決算98.0%、中核市の7番目に位置しております。 早期健全化基準が350%でございますので、大きく下回っていること、それから先ほど言いましたように、被災残高が令和4年度にピークを迎え、その後は減少していくことを見込んでおりまして、併せて将来負担比率も低下をしていくということで、財政の健全化は確保できているものと考えております。今後もこういいった将来各市用の将来予測に注意を払いながら 適格、えー、な中期財政見通しの時点修正を行いながら、えー、持続可能な財政運営に努めます、以上でございます幸い35番幸い大輔議員。はいえーまあ、いつもの答弁なんですが、あの令和3年度は将,将来負担比率98%と答えられましたが、あの調べてみると、えー、2018年が招待 将来負担比率69.5、2019年82.7、2020年91、2021年98、徐々に徐々に悪化してきている状況じゃないでしょうか。あの350%っていうのは、もういわゆる夕張市のようなあの死亡自治体が危機に陥る数字でありまして、 98%だから大丈夫という理論は、2018年からすると悪化の一途を経てきているわけです。あの分かりやすく例えると、まああの、この間も議員の健康診断がありましたが、心電流とか血圧とか測りますよね。で、これを脈拍と考えたら、2018年は69.5%ですから、 まあ、ドックン、ドックン、ドックンぐらい、2019年82%になると、ドクドクドクそして2021年98%になると、もう、ク、ドどク、ドくク、ドどク,ドク,ドクという、もう青色吐息のような状況であると思います。つまり、健康診断で要注意を医者から言われて、あの いいろいろ健康に気をつけろという診断が出ているのに、長崎市の財政当局はいまだに危機感がなく、えーまあ、相変わらずの答弁で何とかやっていきますといつも言われますが、再度、今の意見を聞いてどう思われるか、答弁をお願いします企画財政部長再質問にお答えいたします。 先ほど言いましたように、本市の将来負担比率は健全化判断比率の350%を大きく下回っております。先ほど言いましたように、被災残高は令和4年度にピークを迎え、その後は減少していくことを見込んでおりまして、将来負担比率は併せて低下していくと考えています。えっとまあ、あの参考ですが、平成19年度の将来負担比率は129.1%。 でございましたその後、議員が述べられたように、大型、議員が述べたように、平成30年度に69.5%まで低下してきておりましたけど大型事業の実施で再度、通知が上がっておりますが、先ほど言いましたように、この部分が地裁残高のピークを見込んでおりますので、令和4年度においても、早期返前化基準を大きく下回る基準で推移していくということで考えております。以上でございます 35番、幸井大輔議員えっといつも、あのまあ、岸田財政部長、自信持って答えられますが、私はものすごい危機感が持っております。えー、次に、経常収支比率ですが、91.7%で、令和2年度の97.4からだいぶ改善したと言われておりますが、令和3年は長崎市の財政にとってはいわば、 神風が吹いたようなもので、新型コロナウイルス感染症の経済対策や、普通交付税の追加交付があったから、こういうポイントが良くなったんじゃないかと思います。そこで令和4年度、本年度は、また令和2年並みに戻ると思いますが、この主張は再び悪化するんじゃないでしょうか、答弁をお願いします。はい、企画財政部長 再質問にお答えいたしますまず、経常収支比率は歳入の経常一般財源がどの程度歳出の経常経費に充当されているかを示すものでございます。財政構造の弾力性を図る指標となっております。令和3年度決算における経常収支比率については、議員ご紹介のとおり、新型コロナウイルス感染症の経済対策における地方負担分として交付された臨時経済対策費および臨時財政対策債の 紹介金の創設により、追加交付があって、一時的に好転をしております。これは全国的に同じ傾向であると認識しております。まあ、おっしゃったように、中核市の中でも比較的高い位置に位置をしておりますので、今後も決算における経常支持率に注意を払いまして、自主財源の確保、経常経費の見直しなどに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 35番、幸大輔えー、そしたら次はですね、あの、まあ、中期財政見通しで、被災残高が2740億円、人口がまあ今は40万切ってますが、決算時では40万3628人で、長崎市民一人当たりの被災残高は67万9000円、これは中期財政見通しにも書いてあります。 ところが、ですね、広報長崎、この前配ってきた12月号、ですね。そこには市民皆さんが読むであろう広報長崎には、市民1人当たりの借金は約32万円と表示してありました。なぜ私たち議員に中期財政見通し出したときは、1人当たり被災残高67万9千円と書いてあるのに。 市民多くの市民が目に触れる広報長崎には、32万円と書いてあるのか、そこを質問いたします企画財政部長、再質問にお答えいたします。一般会計における令和3年度末の記者残高2741億円を年度末の人口で割りますと、中期財政見通しに記載しております、67万9000円となりますが、 これは有利な地方債を活用していることから、この被災残高の約52%、1430億円は今年度に交付税措置があるということから、多くの市民の方が目にする広報長崎市には、より分かりやすくお伝えをするため、国の財政支援も含めて実質的な借金である地方債残高を市民1人当たりで助詞しまして、 三十二万円と記載をしているものでございます。今後も市民の皆様に分かりやすい広報に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。三十五番幸い大輔委員えとです、ねあの。どうも納得いかないんですよね。あの市民の皆様には、より分かりやすくということで、三十二万しかないみたいな書き方で、我々には六十七万九千円、一人当たり。 で財政が厳しい、厳しいといつも説明されております。まあいわば言うならば私にとっては、もうこれはあの大本営発表みたいなもんであの、市民にはわずか32万円しか借金はしてませんよと、で、実態としては67万9000円ありますと、で、その広報長崎はですね、えー、書いてあるのが、えー 32万円で最後の方に、えー、約1430億円を除いた実質的な主催残高は約1311億円ですと書いてはありますけど、これはやっぱり市民の皆様に対して、あの正確に教えていないんじゃないかと、そこは指摘しておきます今後ぜひ注意していいいたただきたいと思います。 それから財政が厳しい中ですね、毎回私はあの経常経費は人件費と扶助費と、えー、交際費の3つの要素から成り立っていて、扶助費はもう高齢化率、長崎市は33%で、ますます増えていくだろうし、交際費も中期財政見通しでは高額で推移していくようになっています。残るは人件費を減らすしか 財政健全化につながらないんじゃないかと訴えておりますが5年前3,016人になった職員数が3,100人を超えてきています人口が減ってきているのに職員は増えています先ほど答弁はいただきましたが調べてみますと 千葉県柏市は人口42万人で、職員数2786人、宮崎市は人口41万人で、職員数は2478人と、あ<の>頑張ってらっしゃる自治体もあります。すでに11月1日現在です、40万人を切った長崎市が3100人、職員がいるのは納得がいきません。職員を削減,削減していくべきだと思います。 先ほどの質問と合わせてご答弁をお願いいたします。総務部長、最初にお答えいたします。えー、と先ほどご質問がございました件、えー、でございますが、あのー、本答弁におきまして正規職員三千百二十六人。 というふうにお答えをさせていただいております。で再任用職員が二百三十七人というものを合わせてご答弁をさせていただいております。この再任用職員の二百三十七人のうち、八十七人がフルタイムの職員でございまして、あの同じ勤務時間であることから、他都市との比較としてよく使われる。フルタイムの職員総数として、この八十七人と、正規の三千百二十六人を合計した。三千二百十三人を記載をさせていただいたというところでございます。 また、もう1点の中核市のうち、まあ、長崎市の状況でございますが、人口が40人規模の都市で比較しますと、大体長崎市の職員数は平均程度という状況で、中核市全体62市中24位の位置にございます、えっと。長崎市におきましては、行政サテライト機能による地域に寄り添った対応を行うため、総合事務所に事務職のほか土木職員を配置していること、それから原爆被爆対策などを行う特有の状況がございます。 それぞれの都市におきましても、都市の状況に応じて、まあ、その特性に応じた事業の推進、サービスの提供のための人員体制が取られておりますことから、職員数について単純に比較することは非常に困難だとは考えておりますが、先ほども申し上げましたとおり、単中,中期的には一定、職員数を確保する必要がございますが、今後の業務の処理方法の見直し、ICT 技術の利活用によって、今後、長期的には減少していくよう、適正な人員配置に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 35番栽培大介議員はいい、えーまあ、よろししくお願いしますすみません、時間がなくなってきたんで、えっと、人口減少で、えー、保育料の完全無償化とか、あ医療費の子、乳幼児等の医療費の助成とか質問したかったんですが、えー、最後にですね、ーザプロムナードなんですが、ホームページも、 書き換えられたかどうか分かりませんが、私が見たところ、平成36年度完成予定と書いてあります、もしまだ変わってなかったら、市民が目を触れるところですから、速やかに変えていただきたいということと、本段で言ったあの目隠しボードをです、ね、完成まで、えー、ぜひつけてほしいと思いますが、その点のご答弁をお願いします。道部長 再質問にお答えしますホームページの修正についてはです、ね、速やかに行いたいというふうに思っております、それから目隠しボードにつきましては、これはいろんな手法があると思いますが、景、ま、観、あ、を損ねえているというふうな状況でございますので、えー、手法も含めてです、ね、今後、検討させていただければというふうに思いままますすす以上でございいい休憩たたしし午後1時から再開いたします。